2008年聖霊降臨の祭日に、2005年以来ローマカトリック教皇ベネディクト16世は教会に対し、聖霊降臨の火を燃え上がらせ、聖霊が私どもに与え続けている贈り物に心を開くよう求めました。使徒行伝は次のように書いています。すなわち使徒たちが上の部屋で一緒に祈っているとき、聖霊は風や火のようなパワーを持って彼らの上にやってきました。彼らはいろいろな言葉でキリストの復活の良い知らせを伝え始めました。これは聖霊による洗礼でした。愛する兄弟、姉妹たち、聖霊の洗礼の素晴らしさを見直しましょう。常に存在し、恩寵の源である私たちの洗礼と献身の恵みをもう一度自覚しましょう。聖霊における洗礼の体験は、教会の歴史の始めからずっとあり続けています。第26回世界ユースデーのために、五大陸から来た数百の若い人々によって、この体験は生き続けています。聖霊に促されたユニークな体験によって、彼らはイエスに自分の人生を捧げることを選ぶのです。私たちは、シュマンヌフ共同体により組織されたインターナショナルフェスティバルに参加するため、スペインのグアダラマにおります。私は私の人生をイエスに捧げる第一歩を始め、私は恩寵で満たされています。それは素晴らしいことで、安守の瞬間に私は祝福と心に響く激しい喜びを感じました。とても素晴らしいことなのです。昨日、彼らが私のために祈っていたとき、シスターの一人がビジョンを見ました。それは一人の女性が釣りをしているところで糸を投げました。そして立ったままで魚がかかるのをじっと待っていました。私は女性のその姿は忍耐力のない私を表しているのだとすぐに感じました。私は私が取るべき道を神がすぐに知らせてくださるのを期待しています。しかしちょうど釣りで板を投げたらずっと立っていて、魚が餌にかかるのを待つように私もじっと待っていなければいけないのですね。私は人々はキリストが私たちへの愛のために人間の姿を取り、私たちと同じ生活をしてくださった神の愛の具現である大切な一人の友人として関わっているのだと思います。ですからキリストの親しさが深まれば深まるほど、キリストという方はただの歴史的人物ではなくなり、私にとっての一人の大切な人、友人になるのだと確信しています。でも残念なことに、ほとんどのキリスト者にとってキリストは思い出の人、教義や心情の混ざった過去の人物にされています。これに対し聖霊の働きによって、まさしくキリストは死から復活し、今日も私たちと共に主として、また友として生きてくださる方です。今日ネットフォーゴッドでは、皆様にマリー・ヘリーによる洗礼における洗礼の美しさと意味についてお話ししたいと思います。マリーはアメリカ人で神学博士、現在はデトロイトにあるサクレクール神学校の聖書教授です。
彼女は1987年に洗礼の聖霊を受けました。これは彼女にとって非常に印象的な体験でした。彼女はフロリダの海岸で学生のグループに福音を説いているとき、自分の人生の中にキリストが生きているのを感じました。多くの学生がフロリダの海岸のパーティーへ参加しに行きますけれど、私たちは福音を説きに行きます。私はイエスを知っていますけれど、神が私に望んでおられるほどには私は彼を知りませんでした。ある時、私たちは歌っていました。その歌にはイエスは生きておられるというリフレインがついています。そして歌っている時に突然私は感じました。彼は生きているのだ、彼は生きているのだ、彼が生きているのだから私が生きているのだと。突然私は彼を歴史上の人物としてではなく、私の主、私の救い主として認めました。私はイエスの十字架を私の身に帯びようという内なる力に突き出されました。イエスと共に罪に死のう、そしてイエスの死と一致し、イエスと共に復活しよう。私は世の罪のために死に、命に復活されたイエスとしっかり結びつきます。神の愛のこの経験は神の贈り物です。聖霊の行為には思いもかけない方法で与えられる場合と、聖霊の洗礼を意識して進めていく場合とがあります。神は聖霊をご自分が望むとき、望む方法でお与えになります。聖霊における洗礼という表現はイエス自身から来たものです。天に昇る前に彼は使徒に言いました。洗礼者ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。事実、10日後に聖霊の洗礼の約束は聖霊降臨の日に実現しました。そして私は洗礼を授けるという言葉はとてもすごい意味を持っていると考えます。なぜならギリシャ語では水に浸す、沈める、つける、水浸しにするといった普通の言葉なのです。そして聖霊降臨の日に聖霊が送られた120人の弟子たちとイエスの母マリアは父である神の愛に浸されたのです。彼らは以前には理解できなかったメシアが十字架につけられ昇天するという神による畏怖の計画を知ったのでした。聖霊の力を知り、この体験に浸されたのです。そして聖霊は炎のような舌で現れ、彼らの上にとどまりました。炎とは神の愛が愛の炎を燃え立たさるイメージであり、その炎こそが弟子たちをイエスについての福音を全世界に告げ知らせたいと望ませたのです。それでこの聖霊降臨の日に使徒たちによって多くの言語で神の脅威、神の技の不思議についての宣言はエルサレムに集まった群衆をびっくり仰天させました。中には神の脅威は新しい葡萄酒で満たされるとあざける人さえいました。しかし皮肉にも旧約聖書では新しい葡萄酒は神が彼のために注ぐことを約束した命の豊かさのイメージなのです。例えばアモスの預言書では主は言われる、山々は甘い葡萄の汁を滴らせる。新しい葡萄酒とは甘いもの、その意味は新しい葡萄酒の約束、聖霊の酔いに満たされる。そして事実、教会の教父たちはこの箇所を聖霊に酔うことを喜んで葡萄酒を飲もうと注釈していました。エルサレムの聖
キュリロスは、普通お酒に酔うと人々は知っていることを忘れ、彼らが悔やむことを忘れるものであるのに、聖霊への酔いは人々が以前分からなかったことを理解できるようにし、できなかったことを行えるようにし、彼ら自身が内に持っているより大きな力で愛することができるようにするのです、と書いています。事実、聖霊の贈り物は預言者の共同体の中に入る時点まで恐れていた弟子たちをすっかり変えました。言い換えれば、弟子たちが神の名において話すことができ、神の力強い行為を説明できるようになった時点で、使徒集会での聖霊の導きを通し、また多くの聖霊の贈り物の働きを通して教会は誕生し、驚くべき成長をしました。しかし、この聖霊降臨の体験は時代を通して常に存在していましたか？聖霊による洗礼は決して姿を消しませんでした。神は慈しみ深く約束を守ってくださり、自分の聖霊の贈り物を継続して送り続けているので、教会の歴史を通して常に存在しています。そして教会の恐怖は歓喜し、特に聖アウグスティヌスの喜びについて語っています。あふれるほどの喜びを持って言葉ではっきりと神を讃えていると書いています。私たちが言葉の贈り物と呼ぶもの以外の喜びの表現とは何でしょうか？私たちが自分自身の言葉で表現できることを超えて、聖霊に私たちの心と声にとって変わってもらうようにすることは、神を讃える道です。そして私たちが聖人たちの生涯を見るとき、例えばアビラの聖テレジアは言葉の贈り物や歓喜という言葉は使いませんが、難解な響きのある賛美、この流れ出る祈りについて書いています。それは言葉の聖霊の贈り物です。そしてもちろん予言、癒し、奇跡、霊の識別と、さらには聖書による聖霊の贈り物のすべてが教会の歴史を通して存在し続けてきたのです。しかしながら、聖霊降臨の恵みを受けることは時を経て次第に色褪せてきました。私たちの社会の拡大する世俗主義は、神と深い関係にあるキリスト教徒に影響を及ぼしています。神への信仰は機械的な日課のようになり、私たちは社会によって命じられる一連の教えに従う一方で、神の摂理は歴史の出来事の中での不思議な働きとして残っています。1901年1月1日、20世紀の夜明け、聖霊の力はアメリカ合衆国のトピーカの町のシャルル・フォックス・パーファム牧師によって設立されたベテル聖書学校に注がれました。そこには福音主義プロテスタントの小さなグループがあり、使徒言行録を学び、主よ、あなたがここについて書くことを私たちの日常の中でなぜ示してくださらないのですか？なぜ私たちはここに記されている聖霊の中にある言葉と予言と奇跡、そしてあふれるほどの喜びを見られないのでしょうか？と主に求めていました。そして聖霊はそのグループにおり、一人の若い女性が突然、私はあなた、イエスを愛していますと言い出しました。聖霊がちょうど彼女の上に力強く来ると、私は異言を語り始めました。そして全員が父の愛に浸され、聖霊の贈り物が現れ始めました。
同じ日、1901年1月1日、ローマで教皇レオ13世は、イタリアの小柄な修道女、エレナ・グエラからの招待に応えて、この世界の刷新のために、20世紀に聖霊の贈り物があるようにと祈りました。これらの出来事に始まり、恵みは広がり、1906年、カリフォルニア州ロサンゼルスで最も注目に値することが起きました。ウィリアム・ジョーゼフ・セムール牧師の指導のもとに、聖霊の炎がアソザストリート312番地の集会に降りてきました。このことが2年に満たない短い期間にすべての大陸へと広がるペンテコステ派の聖霊刷新運動の始まりとなりました。そして今日までに5億人以上のキリスト教徒の人生を変えることとなりました。1967年、聖霊の新しいほとばしりの波がカトリック教会に押し寄せました。第二バチカン公会議の2年後に起こったことは、教会の聖霊刷新のために歴史上初めてアメリカ合衆国ペンシルバニア州ピッツバーグでカトリック学生のグループが集会を持ちました。そして彼らは聖霊の力強いほとばしりを体験したのです。彼らが洗礼と献身の恵みが深まるよう神に祈ったとき、神の愛に浸され、彼らの中におられるキリストの支配を受け入れました。この聖霊降臨の体験は森林火災のように他の大学に広がりました。それから世界中に波及し、いわば転換に関する多くの実りをもたらしました。これが私たちが言う聖霊の刷新です。私は聖霊刷新こそ、神が歴史の中で私たちの時代に行ってくださるとても意義深いことだと考えます。時とともに失っていた神との体験的な触れ合いの刷新であり、聖霊だけが私たちに与えることのできる福音の真実性を伴っています。このことが私たちが私たちの上に訪れる聖霊をより深い意味で求めている理由なのです。モーリシャス出身のオリヴィエ・ド・シャルシニーはカリスマ的祈りの集会で神の愛との出会いを体験しました。彼の人生で何をするようにと神が招いているかを識別しようとしているとき、彼は霊による洗礼を受ける決意をしました。私は自分の人生に対する拘束と態度を一新するために前に進み出てひざまずきました。そして一人の人が私に近づき、オリヴィエ、あなたは自分の人生をイエスに捧げたいのですか?と尋ねました。私はこの質問を本当は期待してはいませんでした。しかしこれは私の生涯にかかる問いでした。実は私が待っていたものであり、私の心の深みからはいという言葉が飛び出しました。無条件の肯定の答えであり、すべてをイエスに委ねたものでした。この瞬間に修道士たちは祈り始め、私はこれは驚べきことで、主よ、あなたがここに本当におられ、聖霊はたった今動いていると考えました。引用される聖書の言葉の中で、主はあなたは私の愛する子、私の心にかなうものと語りかけています。私は今一度私の命に神の慈しみ、深い父の愛を受け入れた大きな喜びに満たされました。私はここで父の優しさの中に私を引き寄せていることに感謝しました。そして主ははっきりとした方法で、聖ペテロ第一の手紙から、あなたは聖なる祭司となって霊的な生贄を捧げなさいという言葉を私に示しました。私は主が鮮明に答えてくださったことを理解しました。そして私の中に深く埋められて固まっていた何かがついに解放されたと感じたのです。
私は主に向かって、主よ、あなたは私を聖職へと招いています。あなたは私があなたの子であることを悟り、あなたの前に進むようにと私を勇気づけています、ということができました。教会が洗礼に祈るとき、ほとんどいつも来てください、聖霊よ来てくださいと頼みます。それでは私たちは洗礼のときも献身のときも実際聖霊を受けなかったのでしょうか。いいえ、確かに受けたのですが、なお来るようにと祈るのです。常に聖霊はより深く来るのです。ですから、私は聖霊から受けうるすべてを受けたとは決して言えません。洗礼でも献身でも聖霊を受けたのですが、各自の能力の範囲で受けたのです。神は私たちの能力範囲を広げようとされます。ですから、私たちは聖霊の洗礼のために祈るのです。新たな秘跡を望むわけではありません。すでに与えられた天の恵みが生活の中で現実性を持ち、活気づき、そのすべての力が現れるよう願うのです。聖霊の名前は愛です。それは無限で、崇高で、限りないものです。自らを空にするほどの愛です。神はあなたを愛しています。それに対してあなたは何もできません。あなたの人生がどうであろうと、神はあなたを愛していて、それが聖霊なのです。私たちがイエスにはいと言い、聖霊にはいと言い、御父にはいと言いながら、この愛を自由に受け入れる望みを持ったとき、この愛が私たちの人生を変え始めます。私はずっとかなり合理的な人間で、私自身の生活、特に職業上の人生を思い通りにしたいと思っていました。国際政治の世界で立身出世するという計画を持っており、もしこの点で成功しなかったら私の人生は失敗だと思っていたほど私にとって重要なことでした。信仰の面ではルーテル教会に所属しており、信仰は私には大切でしたが、他の人々にそのことを語らねばならないとは思っていませんでした。オリバーは神に近づきたいという願望から、2006年、黙想会の折に聖霊の洗礼を受けることにしました。最初の成果は黙想会の後のことです。若い人たちと夜の会合を過ごしましたが、話をしていて神との関係を完全に断ち切った一人の青年がいることが分かりました。彼は親しい友達を亡くしたために神に対して非常に怒っていました。そこで私は聖霊に彼に対しての言葉を与えてほしいと祈り、彼と朝5時まで話し合いました。その後、彼が信仰の道に戻り、神父に会いに行き、信仰心を取り戻したと聞きました。それからもう一つの成果は、神が私が持っていた職業としての道に対する計画に徐々に柔軟な考えを持たせ、神をますます愛するように力を与えてくださったことです。それゆえ勉強の終わりには、神がきっと非常に良かったであろう国際政治の道ではなく、私の教会の牧師として呼んでおられることが分かりました。
聖書が私たちに教えていることの一つに、聖霊がイエスの生活の模範を描き出しているということがあります。ゆえにイエスは人としての人生で、我々がそれぞれ統一的な方法で生きるべく、神が望んでおられる模範を示されました。イエスは受洗された後、すぐに聖霊によって荒野に導かれ、サタンと対決されました。そしてそれは人が聖霊の洗礼を受けたときに神がなさることの一つで、悪意に対して意識がはっきりするようになり、より激しい精神的な戦いに入ります。悪意による行為の意識がはっきりするための判断力を持ち、信仰によってそれに打ち勝つことができるのです。我々の世界には反抗的な悪意が存在しており、その行為は憎しみ、敵対心、戦い、恐怖心をかきたてます。神が誰なのか、我々が誰なのかという真実がはっきりわからなくなるような精神的な混乱。悪意はこれらすべてのものの後ろにあり、神は私たちがイエスの名のもとに嘘やごまかしや誘惑など抜け目のない人のすべての術策に抵抗し、拒絶する力を持っていることを知ってほしいと望んでおられます。私たちの人生で聖霊はこの戦いに対抗するための武器を与えてくれます。聖霊が注がれ、人々がそれに対して心を開いたところでは、教会が生き返ります。確かに聖霊の洗礼はカリスマ、霊的な贈り物を明るみに出します。力のような霊がそれを受けた人々に、キリストが進める救いをすべての人に知らせるために、人間の能力を上回る可能性を与えます。そして神が聖霊の洗礼を通して非常に強力な賛美の贈り物をくださったおかげで、私たちは失望しそうになったとき、神を称えることができるのです。そうすると私たちの心は完全に変化し、気分も変わり、悪意は逃げ去り、雲が晴れて真実を見ることができるようになります。治癒や信仰の奇跡などの贈り物もあります。神はここで今力強く振る舞われます。そしてこれらの贈り物は福音宣教に非常に大きな影響力をもたらします。教会は皆新しい福音宣教を求められており、聖霊がこの新たな宣教に私たちを誘い導いてくれます。聖霊はその力を示すカリスマで私たちを装備します。例えば今日、ダミアン・ステインは癒しの聖職に従事しています。カトリック信者で結婚しており、二人の子供の父親で、1990年に英国に公営ルーマンクリスティ共同体を設立しました。聖書の中のイエスの約束を信じるために祈りなさい。私たちは神の約束をあえて信じなければなりません。すると奇跡を見る機会がより多くなります。ラニエロ・カンタラメッサ神父は、奇跡は信じることへの誘発で
信仰心に対するご褒美であると言っています。我々がイタリアにいた時、かつて歩いたことがないノンソーションの男の子がいました。その彼が6分間歩いたのです。人々はサッカーの試合でのように拍手しました。皆、神が素晴らしいことをしてくださったことに非常に感激していました。イエスは我々を派遣なさいます。彼は宣教に派遣する各々に治癒のために祈るよう言われました。それゆえ、良い知らせの宣言は印や治癒を伴わなければなりません。私たちにとっての挑戦は、聖書の宣言で当然である事柄を実現することであると言えましょう。しかし、カリスマ的に生きるために私たちは皆この聖霊の洗礼を体験するべく進められているのでしょうか。神は決して贈り物を拒まれません。そして神が私たちにくださる一番大きな贈り物は聖霊です。これはキリスト教徒に洗礼の時や献身の時に与えられ、一生涯満たされた贈り物とされています。聖霊の洗礼は全ての人のためです。どこかのカリスマ性の小さなグループのためのものではありません。そうです、特異な霊性が存在していて、全ての人が同じ方法で祈り、同じスタイルの音楽を好み、同じ霊性を持っているわけではありません。聖霊の贈り物は全ての人のものです。聖霊の洗礼が全ての人のためならば、この経験がキリスト教徒の一致のための仕事に影響力を発揮しますか？教会はずっと昔から分裂しているので、私たちは慣れており、当然のように思っています。しかし神にとっては当然のことではなく、まさにスキャンダルなことです。それで多くのキリスト教徒が一致を模索しない時代に、神は新しい方法で聖霊降臨をなされました。そして聖霊の最初の実の一つは、神が教会に求めておられる一致の願望と味わいを私たちに与えてくださったことです。それゆえ、異なった伝統のキリスト教徒が聖霊の洗礼を体験して、少し知り合うことを学んで、私もあなたと同じ体験をした、あなたの言うことがわかると言い合いました。突然同じ言語を話し、同じ体験をしました。これを通して、主はカトリック教徒、聖教徒、プロテスタント、そして多くの異なった伝統のキリスト教徒に友情の深い絆を生じさせました。唯一聖霊のみが教会に一致をもたらし得るのです。今月は、私たちの国内で、教会内で、キリスト教徒の一致のための聖霊降臨があるように、聖霊に祈りましょう。今月の御言葉は、テトスへの手紙、3章、6節から7節にあります。神は私たちの救い主、イエス・キリストを通して、この聖霊を豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。